はい、サニーちゃんとみしょです。ぶちゃんこです。レッドです。お願いします。お願いします。2023年6月27日雑談第454回の放送が始まりました。はい、はい、どうですか調子は。あー、眠たいですね。眠たい。これはあれですね、やっぱジメジメ梅雨のせいもありますかね。やっぱあるんでしょうね。梅雨のジメジメで眠くなるもん。そうですね、やっぱ。あじゃないですか。なるほど ね、まうん、あの鉄道さん現象がちょっと起こってますね。俺に何何何俺現象は眠れない。2、3時間しか寝れないという。ちょっとね、自律神経の方が乱れてますよ。多分相当乱れてますね。これは、はい、あれ鉄道さんは何で良くなったんだっけ。俺は最初のうちはその薬に頼ってたけど、うん、ああ薬ね普通、うん、でもまあ本当に気にしないことっていう感じ。立ち上がったまあそしたらしょうがねえ、自然とまあ治っていくもんだろう。でもまあ本当に寝れない時はマジ寝れないから、うん、穏やかに過ごすぐらいだよ多分ね。で眠くなったら寝る。うん、ここ 2,3 週間結構そうですね。だってね、この前大会みたいなやつイベントやってて、ね、終わってそれで寝ても起きちゃったわけでしょ。起きちゃうね。結構早く起きてたよ ね、だいぶ早く起きちゃうんだよね。やっぱ2時とかに寝るとちょうどよかったんだけど、いつもは。はいはいはい。9時ぐらいに起きるとかが普通だったんだけど、まあ、5時ぐらいに1回目覚めてちょっとダラダラして、もう結局6時には限界みたいな。3時間ぐらいで起きちゃうパターンですね。2時間3時間かな。じゃあほぼ一緒だな。始まったか。うん、いやですねこれね。俺はねすっごい辛いんだよね、正直。眠れないのって、あとめっちゃ不安になる。そうなんだよね。うん、いや大会終わったからまあ治るかなと思ったんだけど、今のところ治ってないんだよね。ああ、参ったなっていう感じ、まあね、感じが続いてます。その次の日さ、うん、別にまあ特に何もなければまあいいけどさ。いやそうなんだよ。うん、なんかここ行かなきゃいけないとかさ、なんかこの時間に予定があるとかになるとさ。いやそうなの。全てが狂うんだよね。いろいろと。やだよね。やっぱ困るんだよな。そうね。って感じですね。なるほどね。まあまあまあ。そうね。まあ時間かな。一番は多分。ねえ、多分結局多分時間。俺も前まあ何回かなったことあるけど、はいはいはい、結局特に何もせず。いつの間にかみたいな。あ、薬も決めず。感じかな。なんかふと寝れるときはあるんだけど。はいはい。なんか昼寝のつもりがすごい寝ちゃったみたいなときはあったりするんだけど。はい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 、はい。いやそうマジで昼眠くなるからさ。そうだよね。だからその分の睡眠をその辺で補っちゃうっていうこともあるんだろうね。そう。だから予定が全くうまくいかないんだよね。行かないね。ああ寝ちゃったーみたいな感じで。でも睡眠関連きついよな。きついですね。俺最近まあ別に良くなってるかとかっていうのはちょっとまだ、まあ、正直分かってないけど、うん、キューピーコアアイのなんかねヒーリング錠みたいな。ヒーリング錠なんか聞いたことあるな。ヒーリングってやつ。キューピーコア、キューピーコアだね。でヒーリング錠ってやつがあって、おうおう、はい、これ寝るときに飲んで、うん、でなんか疲れとかうんぬんみたいのを取り除くみたいなやつなんだけど、おうなんかね最初のうちは結構ねとか、ああいい目覚めだみたいになってたけど、うん、ちょっとちっちゃいのもあんのよ。なんかポケットに入るぐらいのちっちゃい何錠入りかのやつ、はいはいはい、ちょっと試してみれば。なるほど、疲れた体に作用。うん、残したくない疲れに。そうそう、寝るとき用のやつ。ノンカフェイン。あれじゃん、一時期さ、ヤクルト1000がさ、うん、めっちゃ眠れるみたいな話。そうね、寝つきが。確か俺もあれ試したことある気がするんだよな。なんか、テトさんその時言ってたけどさ、うん、な。うん。ヤクルト1000の偽物みたいなのを試して。うん、まあまあ、そうだね。まあ結局気の持ちようだみたいな感じで落ち着いたけど、うん、うん、なんかテッドさんあらゆるものを試してた。そう、あらゆるものを試してあらゆるものが失敗してた。うん、うん、難しかったわ。いいよな。そうよ。まあまあ
まあ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 